にちは。アリン保健 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの飼育や観察に役立つ情報やアリのペットとしての魅力を美しい映像とともに発信していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画では梅松大アリのコロニーをアリのエンサイクロペディアさんのイベントアリフェスで当選した陽一さんの木製巣に引っ越しさせる一連の映像を配信します。この動画を最後まで見れば、アリの引っ越しの方法を、引っ越ししない場合にどうしたら引っ越してくれるのかがお分かりいただけると思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はじめに、強制ではなくアリに自発的に引っ越しさせます。アリが自発的に引っ越す方が時間はかかるのですが、ストレスが少なくコロニーに与えるダメージが少ないためです。用意するものはこちらです。まずイベントで当選した陽一さんの木製巣がこちらになります。続いてチューブとキダボです。チューブはホームセンターで切り売りされている外径 8mm、内径 5mm のものを使用します。キダボはセリアで販売されている直径 5mm のものを使用します。それから木製巣のアクリル面を遮光しつつ、アリの移動を観察するための赤い下敷きを使用します。赤い下敷きですが、マスキングテープを使ってアクリル面に固定していきます。固定するまでの様子を4倍速で見ていきます。これで固定できました。準備ができましたので、梅松大アリを引っ越しさせていきます。それでは梅松大アリを引っ越しさせます。今回引っ越すのはこちらのコロニーです。現在女王が2匹とワーカーが70匹ほどで構成されています。片方の女王は巣内交尾によって誕生しました。現在飼育している巣と木製巣を連結させていきます。餌場は外し、後で再度連結します。現在飼育している巣と木製巣を連結させる瞬間の映像が、後で確認したら私の頭が邪魔して全く見えなかったので省略します。すみません。現在飼育している巣と木製巣を連結できました。まずはこれで様子を見ます。4倍速で見ていきます。1日経ちましたが、全く引っ越しされていませんでした。そこで、引っ越しを促すため、現在飼育中のケース内に空気を入れてパニックにさせてみました。これで再度様子を見ていきましょう。
はい。全然引っ越ししませんでした。引っ越ししなかった理由としては、現在飼育中のケースの中に、梅松尾アリがもともと住んでいたアジサイの枯れ枝を入れているためと考えられます。なので、強制引っ越しに切り替えたいと思います。強制引っ越しに必要なものはこちらです。大型のツルツルした容器。今回はカンカンの豚を使います。それから、ベビーパウダー、筆、ピンセットです。はじめに、カンカンの蓋の壁、それから、餌場の壁に、ベビーパウダーを、まんべんなく塗っていきます。これは、脱走防止のためです。4倍速で見ていきます。続いて、ピンセットにもベビーパウダーを塗っていきます。これは、アリがピンセットを登ってきて、手に噛みついて離れなくなるのを防止するためです。では、強制引っ越しをさせていきます。アリをすべて、餌場に入れます。餌場は居心地が悪いので、アリは木製巣の方に移動していきます。これも、4倍速で見ていきます。餌場に出したら、すぐに引っ越しが始まりました。女王も、今ちょうどチューブを通って木製巣の方に向かっていますね。繭や卵もほとんど持ち込みが完了しました。ついに、女王が木製巣に入りましたね。はい、引っ越しが完了しました。女王も右下に鎮座していますね。早速、マーカー同士の栄養交換もされています。これで、梅松終わりのコロニーの発展も間違いなしですね。今回のようにどうしても引っ越ししない場合は、このように強制引っ越しを行います。脱走防止を万全にして、冷静にやれば、大丈夫です。
今回の動画、いかがだったでしょうか。長らくのご視聴、大変ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、ぜひ、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録がまだの方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、興味のある方はぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。最後に、木製巣を制作いただいた、陽一さん、そして、イベントを企画、運営していただいた、アリのエンサイクロペディアさんに、深く、感謝申し上げます。ではまた。